はい、皆さんこんにちは。本日はこちらの港南大学の問題を使います。概要欄に問題と回答の PDF を貼り付けておきますので、がっつり勉強したい人は問題を解いてから解説を聞くようにしてください。はい、今回は次の命題の真偽を調べ、真であれば証明し、偽であれば判例を挙げようというような問題で、過去1番、A が有理数であれば、ルートにすルート A は無理数である。はい、ということで、真か偽かによってやることが変わってくるので、まず真偽の判断、こちらが大事になってくるんですが、 括弧一1番は実は真の命題という形となってきます。はい。ルートに足すルートの形。または、a が2乗の形であれば、ルート a のルート外れて、ルートに足す有理数の形。そんな可能性もあるわけですけれども、はい、いずれにしても、ルート2。こちらが残ってしまうような形で、はい、ルート2は無理数ということなので、式全体としては無理数という形となってきます。はい。ということで、真の命題。真の命題であれば証明が必要なんですが、 無理数であることを直接証明するのは難しく、教科書等にも載ってます。けれど、無理数であることの証明は入り方ホ有効だったりするので。はい、仮に有理数と仮定してあげて矛盾を導いていこうと思います。はい、ここではその有理数を m としてあげて、今回特にルートルートということで正の値なので m は正と設定しておきますが、はい。式としてイコール m と置きながら矛盾を導く。 はい、矛盾を導く種として、今回はルート2が無理数であることは証明なしに用いてよいという問題に書いてありますので、はい、こちらのルート2について解いていこうと思います、はい。ルート2について解いていくんですが、はい、このルート A があると有理数無理数の議論がしづらかったりするので、はい、まずこのルート A を消化するために、はい、ルート2を移行してあげて、変弊2乗してあげるよ。そうすると、ルート A、ルート取れて、A の形となり、A は有理数で確定。 M を有理数という形で、今回、ルートが残るのはルート2。この1箇所だけなので、こちらについて解いてあげると、ルート2イコールの形を作り出すことができます。M も A も有理数で、有理数の四則演算は有理数になるということが知られているので、右辺に関して言うと、分子、2乗しても有理数、有理数を引いて有理数、2を足しても有理数、分子は有理数。分母、2倍の有理数は有理数。 有理数分の有数も有理数という形となり、はい、右辺有理数左辺ルート2で無理数という形となって、はい、こちらの式、はい、矛盾だよという形となってきます。はいということで有理数と仮定すると矛盾ということで無理数であることが証明されます。はい続きまして2番 A が無理数であればルート2足すルート A は無理数である。 はい、ということで、カッ1番との違いは、A が有理数か無理数かという形で、カッ2番は無理数である。つまり、A はルートを含むような形も含めて考えてくださいということなんですが、はい、A にルートを含むような形も考えてしまうと、実はルート2たすルート A は有理数となる可能性があります。はい、例えば、ルート A2 √くルート2のような形。変弊2乗してあげて、A を6く4ルート2というような形に設定してあげると、 はい、ルート 2+ 足すルート A、はい。ルート A が2引くルート2ですので、放り込んであげると、はい、前のルート2が消え合うような形となって2、2、はい。2は有理数という形なので、はい、無理数であるということに反する形で、こちらが判例という形で、偽という形となってきます。はい、ということで、かっこ1番、2番、真、は、偽、い、の判断がまず大事で、かっこ1番はどうしてもルート2が残ってしまって、式全体としては無理数になるよと。 はい、2番は A がルートを含むような数も許すのであればルー、は、ト、い、A2 引くルート2のようになってルート2が消えてしまい有利数が残るというような形もあり得るので偽だよという形となってきます。はいということで数のイメージここら辺を持っておくことも大事だったりするので、はい、そこら辺も含めてしっかり復習しておいてください。はいそうしましたら本日以上です。次回ですけれどもこちら名城大学の問題を使います。 概要欄に問題の PDF 貼り付けておきますので、もしよかったら問題を解いて次の動画を待つようにしてください。はい、それでは本日以上です。ありがとうございます。